ください。さあちょっとね、冒頭の部分ちょっと録画の方を、失敗してしまったんですが、本日は DVD2 枚分になるんで、少々お許しください。ごめんなさい。ラスト爆弾を当ててエース、はい、繋がっているバースト、鱗剥がし、8位から9ヒットまで FB 方向、忘れてはいけないあの FB 技落として 2S で引き剥がして画面端、さあ飛んでかわしている、6敗から挑発で置き攻めを、置き攻めじゃない、攻め継続バースト、上がるしてる KS ハイスラー、空投げ抜けている、ジャンハイガンダー KS ハイスラーが届かない、クリフが小さい、さあオイス引っかかってジャンハイガンター、エンゲスが届かない、エース入っていくらしい、青でフォローして S 方向まで中段 B 方向、これは首まで一本取り返す投げファースト、最初ラウンド長い、そしてファーストの当たりなんてもう混ざってますね、これはタッチパン、さあ画面端追い込んでいく、一旦距離を取って仕切り直し、ジャンハイカウンター KS ハイスラがやっぱり届かない、さあ朝礼で降りてきて、しかもめくりきせ、線の線ワン投げ落としていく、あ当たんねえんだ、しゃがんで 2S 対決 D 朝礼ゴーイング、タッチ系でピヨッター6敗で締めて勝ったのは投げファースト、さあ大将戦、エビハライノ対メロンエディ、さあまず表現で、画面端逆端に逃げていくが2K 体育、さあどうする、攻めを継続、 2S を差し返して飛ばない、下段ガードフォルトで離して横蹴み、テーラーバックスに引っ掛けるがコンボに行けない、カウンターどうする、エンエスが漏れているがジャンプ系で覆いかぶさってきて、ジャンハイ金エスジャンプエースにバスト、そして FB 強弦、体力リードはいいの、低打から投げ返し、さあどうする、これはゲージがなくなってしまった、一本先週メロンエディ2敗、開幕横気味をダッシュでくぐって6回からカードする、巻き込んでいく、下段バースト表現突っ込んできた、下段大きじめが続く、ジャンハイジャンディ、さあこれはちょっと距離が足りなかったが中段エースドリーダー奪ってちょっと早かったか、相打ち相打ち、しかしターンはいいの、さあどうする、ジャンハイエース強弦、これはジャンプ D まで一本取り返す、エビハライノ最初ラウンド、テイクダッシュジャンプ系
さて音符音符で召喚すらままならないこの状況、2杯カウンター回るからこれはギャラリーが当たらない。ジャンペース着地2K ゲーランガード、足払いになってしまう 6P、FB 狂言で上と下を封じて巻き込んでいってバーストは避けて当たらない。ドリスペ K ハイ DE6 杯当たらない。中断勝ったのは海老原イノ、そして決定戦イノ対ファースト。決定戦イノ対ファースト、ジャンプ系。さあイノのこの攻め、フライ逃げで難を逃れる、逃げ暴れ、いきなりロス KS アイスラが届かない。さあこれは大木カウンターから低打球うまくつないでバースト、コインもガードしている。バスト音符をダッシュでくぐってきて、さあどうする、チビロボをジャンプでかわしてドリルカウンター、助けが届かない。裏に回っている、バックステ、お互いなかなか噛み合わないが KSP ハイ、 6P 対空からダメージを取っていく、下にいる、そして FB の押し下段ガード、空投げ、最後は中央に逃げてきたところ空投げで捕まえる一本選手海老原イノ。さあ離れるイノ、アイテムをマックファースト、鉄アレイからラインを上げていく、ゴーイング、ジャンハイカウンター、テーダ P はつながらない、ドリルカウンター、 K からジャンディ、ジャンプ K が出ないか、ドリル大木潰して引き剥がせない。さあこの授業どうする、 6P タライガード、テイクダッシュ KB、 ジャンプ K、 ジャンハイからピヨっている、一本取り返す、投げファースト、最初ラウンド。ジャンプ系が裏で当たっている。大木から、足払い。ファーストを警戒しながら、空港持っていく。ドリルと大木、お互い噛み合わない。下段、中段、バースト。ジャンディからキンバースト、さあどうする、裏ゴーイング、マイウェイ、ジャンディでダウン、マドギア飛んでいる、ジャンハンカウンター、 KS ハイ、バックステ、総裁からダスト、最後はダストの無敵、勝ったのは投げファースト、優勝は投げファースト、メロンエディのチームです、おめでとうございます。はい、ありがとうございました。今日ちょっとね、自分風邪気味で実況進行アダムにやってもらって、ちょっと字幕で遊んでたりしたんですけども、敗者復活戦をね行うことによって、試合時間と試合数がね、やっぱね、だいたい70試合ぐらい今ありましたので、ちょっと追いつかなくなってしまいましたので、次回から32フルトーナメント以上は三大進行にしたいと思いますので、すいませんがよろしくお願いします。本日最初の2時間超えてしまいましたが、皆さんご参加ありがとうございました。来週からは台数を増やして改善したいと思いますので、よろしくお願いいたします。
ということで本日参加者38人ということで、優勝は、投げさんのファーストと、メロンさんのエディとなります。おめでとうございます。じゃあ今週木曜日には、シングル大会、今週は各週土曜日で 3-on-3 大会がありますので、今週の木曜日はシングル大会となっております。シングル大会は結構進行早いんで、1時間ちょいで終わると思いますので、ご参加の方よろしくお願いします。それまでにちょっと風もね、直しておきたいと思いますので。それでは皆さんお疲れ様でした。動画もね、早く上げますので、見てあげてください。お疲れ様です。